どうしたの？圭一、今朝は顔色悪いわよ。昨夜は何時に寝たの？風邪かもしれない。なんだか食欲ないんだ。あら、ちょっと熱あるんじゃない？どうする？学校行ける？レナちゃん迎えに来ちゃったけど、どうする？お休みする？休む。ごめん。じゃあ、母さんが断ってきてあげるわね。前原さん、診察室へどうぞ。
やっぱり鬼隠しかいねえ。どうかね。まだまだ若い子だきゃ駆け落ちかもしられん。どこの誰とよ。季節の旅に東京もんが来ちょったろ。でっけえカメラ持った若もんが、あれと仲が良きゃったって話知られへんの。そら知らんけど、でも普通駆け落ちっても仁義あるだろう。書き置きとか辞表とか書かんかいね。すったらん書かんから駆け落ち言うんね。わきゃ看護師さんの顔見られんようなるわ。寂しいね。高野さんはしっかり者よ。どこへ行ってもやっていけろん。前原さん、こんにちは。今日はどうしたんです？学校はお休みですか？ちょっと体調悪かったんで、今日は休みました。お昼を買って帰ろうとしてたところです。そりゃよかった。実は私、お昼に行こうとしてたんですよ。よかったらご一緒にいかがです？ああ、お体に触るようでしたら構いませんよ。地元の食堂だと嫌でしょう。町まで行きましょう。ちょっと走りますがよろしいですかな？私、おいしいお店知ってるんですよ。昨夜は遅くまですみませんでしたね。ご家族に怒られませんでしたか？いえ。富武さんの捜査は暗礁に乗り上げています。自分の爪で喉をかき破るという異常さから、幻覚作用のある何らかの薬物によるものだと信じているのですが、こういう症状、それも急激に引き起こす薬物はなかなかないらしいんです。もちろん検視解剖もそれを念頭に置いて十分に行ったのですが、手がかりはやはりありませんでした。あの、漫画なんかによくあるじゃないですか。体内に取り込まれると分解したりして、証拠が何も残らないなんて、そんな薬。ありますよ。塩化錯死、何でしたっけ。まあ、うん、結構あります。でもですね、富武さんのような症状を引き起こす薬物には、そういうものはないそうなんですよ。じゃあ、警察は、富武さんはたたりで死んだってそう言うんですか？
悔しいですが、今のところは。ですが、死因はともかく、死ぬ前に何人かの人間に囲まれて暴行を受けたことだけは間違いありません。たたりでなく、人間が事件に関わっているのは疑いようがありませんよ。2名です。タバコは、我慢します。こちらへどうぞ。ご注文がお決まりになりましたら、お呼びください。どうです?このお店のウェイトレスさんの格好、可愛らしいと思いません?え?まあ、その、どうでしょうね。このお店ね。いつも大人気なんですよ。お料理よりもウェイトレスさんがね。ああ、大石さん、目がやらしいですよ。そうですか。昨日、雛見沢の昔話が出ましたよね。ええ。人食い鬼の里だって言われてたって話でしたっけ?私もあんまり詳しい方じゃないので、うちのおばあ様に今朝ちょっと聞いてみたんです。何でもですね、大昔は雛見沢は鬼ヶ淵って呼ばれてたんだそうです。鬼ヶ淵、すごい名前ですね。今でもその名前残ってるんですよ。神主の妻が受水自殺した沼の名前は今でも鬼ヶ淵というんです。沼の底の底は鬼たちの住む国とつながってると言われてたんだそうです。でですね、鬼ヶ淵は恐れられていたと同時に崇められてもいたんだそうです。鬼たちはある種の仙人でもあったらしいんですよ。例えば不治の病にかかった村人を鬼ヶ淵に運んで治してもらったりとかしたんだそうです。鬼って言ってもそんなに悪い人たちじゃないみたいですね。でもそこはやっぱり人食い鬼らしいんです。婆様に聞いた昔話ではですね、息子を治療してもらった代償として連れてきた母親を食わせろと、こうなるらしいんですよ。息子を治療してもらった対価が自分ですか？それは怖いな。もちろん母親は息子を連れて逃げます。これをですね、鬼ヶ淵に住む村人鬼たちがですね、全員で追いかけて取り囲んで捕まえたんだそうです。結局母親も息子も捕まって食べられちゃったんだそうです。おしまい。その話、矛盾がありますよ。当事者の二人が食べられちゃったんですから、その話が残るはずがありません。ありゃなはははは。昔話はこういうの多いですよね。でもですね、他の昔話にも結構あるらしいんですよ。鬼ヶ淵の鬼たちが総出で獲物を捕まえに来るというのは。鬼たちの獲物は常に一人で、しかも前もって決められているらしいんです。え？
婆様が言うにはですね、鬼の狩りの時には絶対に邪魔をしてはいけない、家に閉じこもって布団をかぶってろって言うんです。つまりどういうことですか？獲物の人を助けたりかくまったりしてはいけないんだそうです。鬼の狩りを邪魔しない限り村人には危害を加えない、そういうルールなんだそうです。ルールを破ったらどうなるんです？さあ、何しろ人食い鬼ですからね。じゃあ大石さんはやっぱり村ぐるみもしくは村人数人の犯行だと見てるんですね。前原さんはどう思います？ああすみません、コーヒーのおかわりいいですか？去年サトシ君が失踪した頃から私は不審に感じていたんです。それでサトシさんのお友達、つまり前原さんのお友達グループの皆さんをちょっぴりだけ、本当にちょっぴりだけですよ、調べさせてもらったんです。とてもつまらない話になります。前原さんがつまらないと感じたらいつでもおっしゃってください。終わりにしますので。お願いします。1年目の事件の被害者は現場の監督さんだったんですが、事件の数週間前に園崎美音さんと取っ組み合いをしてるんですよ。何度か2年目の事件で誘致派の夫婦が事故に遭いましたよね。現場にはお嬢さんも一緒にいたんです。それが北条さと子さんなんです。え、さと子って、さと子？3年目には神主夫婦が亡くなられますよね。そのお嬢さんが古出梨花さんです。梨花ちゃんが？4年目に亡くなった主婦はもうわかりますね、北条さと子さんの義理のおばです。当時はさと子さんはご両親を事故で失っていましたので預けられていたのです、被害者宅に。ちなみに4年目に失踪した北条さとしさんはさと子さんの実の兄になります。え、その、な、ちょっと待ってください。被害者たちはなぜか
あなたのお友達グループに全てつながるのです。偶然に決まってるじゃないですか。前原さん、静かに静かに、みんな見てますよ。リュウグウレナさんは去年まで茨城の郊外にお住まいでした。まあ確かにいずれの被害者とも直接の面識はありませんが、実は調べてみたらリュウグウさんは引っ越しの少し前に学校で謹慎処分を受けているんですよ。なんでも学校中のガラスを割って回ったんだとか。で、レナが学校中のガラスを割った？3日間の謹慎が明けた後も復学しなかったようです。その間に神経科に通院し、何週間かの間投薬と医師によるカウンセリングを受けています。でですね、そのカウンセリングをした医師のカルテにレナさんの会話内容が記載されているんですがね、その中に出てくるんですよ。結構。何がです？出てくるんですよ、お社様って単語が。お社様っていう幽霊みたいなものがですね、夜な夜な自宅にやってくるっていうんですよ。枕元に立って自分を見下ろすんだって。その後しばらくして雛見沢に引っ越されたんです。ああそうそう、レナさんはよそ者なんかじゃないですよ。え？住民票で分かったんですが、リュウグウ一家は元は雛見沢の住人です。レナさんがちょうど小学校に上がるときに茨城へ引っ越されたんです。前原さん、大丈夫ですか？もう終わりにしましょうか。レナのことは分かりました。じゃあその最後の被害者の富武さんはどうなんですか？誰と接点があるんですか？全員ですよ。お忘れですか、前原さん。みんなで楽しくお祭りの晩を過ごしたじゃないですか。何人もの警官が皆さんの楽しそうな様子を見ていますよ。そろそろ出ましょう。ああ、前原さん、お昼の薬は飲みましたか？お家の前まで送りましょう。今日は病気でお休みだったんですよね。長々とお話してしまって申し訳ありませんでした。なんで俺に話すんですか？
私一応確認しましたよね。お話やめましょうかって。じゃなくて、どうして俺に接触してきたんですか？私ね、今年で定年なんです。定年したら婆様の意向で引っ越しちゃう予定なんですよ。だからこそ在職中にこの事件だけははっきりさせておきたかったんです。で、大石さんは疑ってるんですよね、みんなを。これはこの道30年の勘です。前原さん、危ないのはあなたなんですよ。え？私は今年で定年ですから、来年の綿流しの日にはもういません。だから今年中に決着をつけたいのです。所長からも注意を受けています。一連の事件は個々に解決しているから蒸し返すなというんです。これは一種の圧力です。圧力って何のですか？日並沢の誰かですよ。着きました。この辺でいいですか？今日の話は全て忘れてくださっても結構です。ですが、私は捜査を続けますよ。お社様のたたりは今年で終わらせます。何かあったら連絡しろってことですか？いいんですよ。前原さんがどうしても連絡したくなった時だけでいいんです。ゆっくり休んでください。病気でお休みの時によくない話ばかりして申し訳ありませんでしたね。私はいつでもあなたの味方です。それだけは信じといてくださいよ。それじゃあ失礼。畜生、俺死にたくないよ。もしもし、前原ですけど。お、生きてた。もしもし、ミオンだけど。具合はどう？ん？圭一のお友達ですか？圭一は休んでますけど、
代わりましょうか。え？あ、お父様で？あ、すみません。バカで引っかかってやがるよ。え？で、姉ちゃん？元気そうで安心したよ。レナもすっごく心配してたよ。サトコは、邪魔はないですわって喜んでたな。リカちゃんは、病気でかわいそうかわいそうですってさ。チェ、みんなで勝手に大盛り上がりしてたみたいだな。まあまあ。でさ、ケイちゃん、お見舞いに行っちゃ都合悪いかな。お見舞い？まあ、いいよ、そんな。重病人ってわけじゃないんだから。うちのバッチャが山ほどおはぎを作ってさ、お裾分けに持ってけって言ってんだよ。だから持ってくね。おいおい、風がうつっても知らねえぞ。おじさんもレナもおバカさんだから大丈夫。じゃね、すぐ行くから。どんな感じ？ちゃんと薬飲んで寝てた？そりゃもうしっかりとな。元気そうでよかった。心配してたんだよ。悪かったな。明日にはもう大丈夫だよ。ちょっとお邪魔しようかと思ったけど、まだ本調子じゃないみたいだね。ん？そうか？じゃあこれ、ケイチくん、みーちゃんのおばあちゃんが作ってくれたおはぎだよ。あ、サンキューな。ミオンのばあちゃんによろしく伝えといてくれよ。うん。あ、その中にね、レナが作ったのも混じってるんだよ。ケイチくんに見つけられるかな。これ、今日の部活を欠席したケイちゃんへの宿題ね。おはぎにアルファベットがついてるから、明日回答すること。お見舞いなのか部活なのか、どっちかにしろ。元気元気。これなら明日は大丈夫そうだね。この騒ぎで熱がぶり返したらどうしてくれんだよ、まったく。みーちゃん、あんまり騒いじゃ悪いよ。もう行こう。お家の人にも怒られるよ。そうだね、もう行こっかね。あ、そうそう、ケイちゃん。なんだよ。お昼何食べた？お、表で食べたよ。お昼は外食だったんだね。どう？美味しかった？なんでそんなことを聞くんだよ。
渋いおじさまとご一緒だったみたいだけど、誰？へえ、圭一くん、それ誰？ひょっとしてこの間の人かな、かな。なんでそんなことわかるんだよ。さーてね、おじさんにわからないことはないからね。で、ケイちゃん、何のお話をしてたの？ずいぶんと熱くなってたみたいだけど。みんなの話はしてないよ。ミオンともレナとも関係ない。聞いてもないのにレナたちの名前が出るなんて、なんだか怪しいな。ま、何を隠れてやろうとも、おじさんにはすべてお見通しってこと、それだけを忘れないでくれればいいかな。ケイチくん、顔色悪いよ。もう横になった方がいいと思うな。そうだね。私たちはもう帰ろう。ケイちゃん、あ、明日学校休んじゃ嫌だよ。何バカなこと考えてんだよ、俺。
そうだ。おはぎ食べないと。どれがレナの手作りか、当てないといけないんだよな。この一個が、レナのか否かが、勝負の分かれ目みたいだな。よし。お茶も準備 OK。 まずはディフェンディングチャンピオンのミオンのばあちゃんからだ。どれ。